あ、見えた。おー、二人ともクンクン。あぶな。あぶな。こけそう。すいません、ありがとうございました。こらこら。出てるかな。あの光が当たるとはなるんだ。ご当地名物玉こんにゃく。玉こんにゃくね。はい、玉こんにゃく。はい、300円ね。やっと買いました。いただいた。よし、からしが。からしが微妙に。はい、じゃあいただきます。いただきます。はい。じゃあ玉こんにゃくいただきます。いい、象のお釜行ってきました。行ってきました。はい、ちょっと待ってよ、石挟まってねえよ。どれどれ。おー、雲が早い。今は 21.5。山を見てきますよ。一応タイヤチェックしといた。知ってる。ちっちゃい石を2つぐらい外しといた。あ、ついてたんだ。ちっちゃい。うわ、2足でもすごいスピード出ちゃう。釜。うん、見えた。見えました。よかったな。前回来た時は雪、あの凍っとった。5月だったのね。24度になった。21度だったじゃん、上で。ここからガンガンガンと上がってくる、気温が。30度まで。30度で済むかね。うん、
もうだいぶ下降りてきたからだいぶ日差しが強くなってきたね。暑くなってきた、暑くなってきた、見事に、29度なりました。あっという間になんか10度ってすごい差だよね。でも景色はいい、すごいグリーンがいいね。今からどうし、お風呂を先に入れようか。なんか登っただけで疲れたな、車の運転で疲れた。そうだね。ぶどうぶどう、そうだ、高畑ワインだ、有名でしょ。すごい、ぶどう園すごい、わだちが、わだち。もしもし、まだ、ちょっと先にお風呂入っていこうと思って。できました。さっぱり。なんかよかったよ。さあ、じゃあ今から行くところは RV パークなんだけど、お祭りだってことで、そう通行止めとかそういう規制が多いらしくて、RV パークの管理人さんに迎えに来てもらうことになった。どんな感じなんかちょっと不安なんだけど、山形盆地なんで暑いでしょ、寝れないかもってことで、RV パークの電源を使わせてもらってエアコンの効いた部屋でのんびり作戦に出ました。はい。でもね、風は吹いてんだよ。でも生ぬるい風でさ、昨日もちょっと暑かったもんね。なかなか車のさ、エンジンの熱がさ冷めなくて車内は暑くなるね。というわけでどんなところかちょっと行ってみたいと思います。はい、山沢で買い物してきました。右だよ。右だよ。右です。右でございました。もうちょっと疲れてきておかしなった、集中力なくなってる。焼肉食べればよかったか、米沢牛のさあ、あとご飯食べるだけでしょ。だからもういいじゃん、今日はゆっくり。なんかお祭りムード。あ、行けなくなってる。左に曲がって行けって。あら、まあだね、よさこい。すごい、ここも行けないの。この信号を、じゃあもう少し回す。みんなお祭り大好き。今日はここだ。今日ここだ、お祭りでみんないるからね。お祭りが終わるまでは騒がしいかも。どこ？あ、ここ？え？これです。あ、ここに？すごいお祭りやってるよ、あそこで。ちょっと見てくるか。何時までなんですか？ん？お祭り何時までなんですか？9時頃までやってるかな。9時まで。うん。花火が上がってる。寺はダメだな、これ。9時までやるってさ。10時までですよ、賑やかやね。とりあえず RV パーク到着。RV パークって言ってもなんか、ね、駐車場の片隅やね。町の駐車場の片隅が RV パークになってて、2、3台だけのちっちゃなところで。とりあえず電気もらったんで、ほら、快適に過ごせそうです。外はお祭りですごいにぎやか。寺は花火の音がちょっと怖い。ピコは寺が吠えたりそわそわするとピコも真似するからうるさい。弱ったもんだ。で、一応ゴミを回収してくれるってことなんだけど、ゴミ袋はなんかトイレの前に置いとけばいいみたいな。あと
水の補給もしたかったけど、あのなんか無理だね。あとね、トイレはね、まあ、正直汚かった。特に祭りだから余計汚れてる。なんかいまいちな感じになってます。予約先を間違えたところなので、そうそうそう、もう喧嘩になってます。何してくれとんねんとか言ってやばい。せっかくなんでお祭り覗いてきます。よし、はい、ピコちゃんご飯です。ピコ見て、そうそうそう、リコ、よし、ピコちゃんもガツガツ今日いっぱい歩いたもんね。お祭りで若いお姉さんに撫でてもらったんだって。よかったね、ピコちゃん。お腹まで出してお腹まで出してゴロンってしたの、うん、待ったって言ってかわいいやつや、はい、今日の夕飯です。スーパーで買ってきた山形米生え抜き、そしてさっき、お祭りで持ち投げをしていただいたのと、うん、キャッチしたのと、4つ柔らかいお餅つきたてだよ。そしてあとはお惣菜買ってきました。電子レンジでチンしました。そしてこの五条浜で買ったたらこ、うわっ、いったよ1個。たらこ美味しい、うん、運動しないとダメだよ、うん、そして今日のデザートはスイカ、はい、よし、美味しいでしょ、甘かったね。てるちゃん、うお、口開いて、けなげに待っております。口開いてる。エテラにもスイカ、はい、よし、んもうないんかいって、ピコ